はい、半間家の本家の本物貴族の半間洋先生です。ですね、人間はね、大学もテレパシーでカンニングしてね、全部卒業してまして、義務教育も卒業できてるのは誰もいないんですね。私以外上の生物の本物貴族だけなんですけど、で人間はね、 YouTube でも話をよくするんですけれども、話したり聞いたりするということは人間はできないんですよ。仲間で団体でテレパシーで情報を集めて話すことはできる時はあるんですね。正しい話みたいな感じでね、完璧には話したり聞いたりすることはできないんです。で団体で聞いてね、700年後分かるとか1000年後に分かるということで話すわけですね。個人で話してるその本人は全然分かってないんですけど、それで生きたりすることも結構あるわけですね。分かんないで、ね、その700年後分かるということだけでね。で YouTube でもみんなよく話してるような感じですけれども、人間はね、意味のないことを話さないと、確かな話みたいな話ね、を話すと間違いがあるんで、話して動かすような話は一切やるとダメなんですね。また間違いがあるんでね、人を動かすとか物を動かすようなことをね、話してはいけないんです一切。っていうのは全部人間頭悪いんで間違いになるんですね。だから指図しちゃいけないというわけじゃないんだけど、私の上の生物の場合は聞いて動かしていいんですけどね。意味のある話ということは私ができませんから、人間たちにはできませんから、私しかできませんからね、いいんですけれども、回収しないですね。で教えた意味ある話をして、こちらの方はお金かかるんで 99% 以上利益取らないといけないんですね。仕事させてね、人間に仕事させたら私が 99.9% ね、その利益をもらわないといけないんですね。でだから動かないという、本当は動い確かな話、間違いが少ない話で仕事しないといけないわけなんで、だから人間自身はそれで自分たちで勝手に仕事するんですけども、全く無能なんですね。プラスになる仕事はできてないんですね一切、一生ね。で、YouTube でもとにかく言いたかったのは、話すことで、知能を使って話すことは人間の場合ちゃんとできないんで、間違いしかないんで、ね、指図しないような意味のない話をわざとしないといけないわけですね。でなんかこう動かしたりこう動かしたりするというか、これは良くないとか悪いとかいうのはね、言ってもやらせないというね、周りには間違いか正しいかは私上の生物しか判断できないんですね。だからそれを判断してないから、お金もらってないんでね、ただ言うだけで周りは動かなくていいなら話していいよということなんですね。私と上の生物と違うんですね。まあそこら辺もね、なんだこの顔ね、大きく違いですね。小肉らしいね、かわいいんですけど、いたずらすんで、こう水分が減るとね、ガッてね、目のね、雫をね、絞るに、目に当たってくるんですよね。水分不足になるって、ここのところに入ってて、リキッド使ってるんですけどね、皮入ってこないんですけども、まあ、こう、扉開けてるんでね。で、そういうことで、宇宙生物の方に話してるわけですね、ほとんど私の場合はね。で人間は話してる聞いてもね、700年後しか分かんないんですよ、知能低いんで。
だから宇宙生物の上の知能って言ってもバクテリアなんだけど、ばっかしで結集すると頭いいんですよ、ね、で単なる人間は今日肉食生物で、人間肉食生物ですから力かけてなければ何でも、ね、肉食いに行きますから、取りに、ね、盗みですね、だけしかしませんから、それが専門なんでね、人間の場合はね、私と違って上の生物は、ね、まあ今日肉食生物ですけどね、超肉食生物ですけども、私は、ね、さらにね、ちょっと違うんですよ。肉食生物を抑える仕事なんかもするわけですね。まあそういうことで、人間の問題ですね、この問題に対してどうするかという、上の生物がどうして対応するかですね。で、がんのね、病気も非常に増えてきたんですけども、単なるね、肉食生物なんで、人間ね、そういうのを抑えるね、対抗発生生物ですね。この問題もありますけれども、どんどん対抗していかないといけないんで、盗んで肉を食べるという性質の人間に対して非常に強い攻撃がないといけないという、ね、できているのががんですね。がんのワクチンは作っちゃいけないんですけど、上の生物ではね、私もかかるとかかるんですけど、超肉食生物だからね、やっぱりただ意味的に違うんで、培養で肉を、ね、作って成長させて食べるとかね、卵だけで動物を殺さないでね、助け合って、肉を食べるという、卵だけとかね、そういうことで生きる。